こんにちは、井上です。私、最近ですね、めちゃめちゃ肩が痛いんですよ。ずっと YouTube の編集をやってるもんですからね、パソコンをずっといじってるんですよ。そしたらついに肩が痛くなって、右手がここで痛てててなるの。こうやって洋服脱げないのっていう時期があったんだけど、はいはい、でもね、なんと自分で直した。それをきっと皆さんもね、いると思う。こうやって服脱げなくて痛てててっていう人、俺はね、速攻で直せますから。皆さんが多分ね、肩こり、腰痛、まあいろんなお悩みあるじゃないですか。これさえあれば解決できるっていうもの一つ、それはこれです。テニスボール。これが一つ、僕は二つ。一個でもいいし、ない人はこれ120円ぐらいでね、買えるんですよ、一個。そんなもんなんですね。そんなもんなんで、二個買っちゃっていい。でも家にあれば、一個あれば一つでもいいんで、もうこれがあればもうね、すごいいろいろ解決できるんで、ぜひね、手に入れてほしい。なんでこれを使った肩痛いのを直すをご紹介しますんで、一緒にやりましょう。まず攻めたいのがですね、直下筋なんですよ。例えば今これ見てる人で、肩がスッて上がんない人、今僕上がるんだけど、もうこの辺でいてててってなってた時があったんで、その人はちょっと一回これをやってみてください。直下筋ってここにこうあるんで、ここにこうやって当てるんですよ。このままこうやって寝転がる、こうやって。これでちょっと今から1分間じゃあキープします。はい、じゃあ数えます、はい、スタート。これ結構場所が分かりづらいかな。直下筋は、ちょっと分かりづらいと思うんで。でも、なんていうの、ツーンってなるとこがあるよね。そうですね、確かに。ここ。はい。ちょっと、痛いよね、軽く。直下筋は結構、ほぐしても痛いっていう人多いですね。そうそうそう。だからここ、でも、この直下筋って、腕のこの表情とか、ね、すべてのこの、腕をこう動かすときに筋肉がね、そこが固まってると腕が上がんなくなっちゃう筋肉なんで、ここが緩まるとめちゃめちゃ肩が楽になりますから、これをやるととても気持ちいい。もうこれマジ最高だから、ね、これマジ。あ、ちなみにこれ今僕ベッドでやってるけど、皆さんは床でやってほしい。もう下が硬ければ硬いほどめっちゃ効果絶大。はい、1分経ちました。 OK、 これでちょっと皆さん、今上がんなかった人ちょっとやってみてください。めっちゃ楽なんだよこれで。マジで本当これね、楽になるから。ほとんどの人そうだと思うんだけど、やっぱこう手が前でさ作業するから、だんだん肩が痛くなってくる人って、今の強化筋もそうなんだけれども、ここの胸筋、この鎖骨の下のところ、ここがちょうどグッてね押せるとこがあるから、ここにボールを当てて、この大胸筋、小胸筋にグッと当てて、このまま今度下向きで寝る。で、もしボールが2つある人は両方こうやってぶって置いて、こうやって寝転がっちゃう。なるほど、両方いっぺんにできるわけですね。そう、これも1分間こうやってキープ。じゃあ1分数えます。はい、はい、スタート。でもこうやってちょっとこう、なんていうの、お尻をこうやって上げればめちゃめちゃすっぽり入ってくるんで、すごい体勢ですよ。僕はもうこうやって押してる、家で。だからこれでもいいんだけど、これこの体勢でも全然いいんだけど、こうやって上げるとめっちゃすっぽり入るのよ大胸筋、小胸筋のこの筋肉に。ずっぽし最高で、こうやってなんていうの、押してる、圧迫してるだけなんで、別になんかこう筋肉を痛める心配はないから、ぜひこれは真似してほしい。こうやってすごいっしょ。すごい体勢。 OK、 1分経ちました。しゃあ、やばいぜ。やばいっすか。やばいやばい。ただ今度は腰頸筋を攻めたいんですよ。ここもうね、皆さんお悩みだと。背骨と肩甲骨の間ですよ、ね、そうそう、背骨と肩甲骨の間、ここにボールを2個打って寝るんですよ。これは気持ちいい。めっちゃ気持ちいいから、これここ寝てるだけ、こうやって背中1分間いきますか。はい、じゃあ数えます、はい、スタート。もうね、なんだろう、超天気超
超天国。超天国。でもこれでも刺激が足りないなっていう人はもうこうです。もうやばいからこれ。もうこれあれだよ。やばい。やばい。お風呂より気持ちいい。そうやっていろんな体勢でグッとずっぽして入るように。もう俺なんてちょっとお尻振っちゃうからこうやって。それ結構入ってきそうっすね。あーやばい、超気持ちいい。これ超やってほしいわ。これあれですよね、もっとやりたい人は全然やっていいわけですよね。ええ、でもね、僕のお客さんでそのまま寝ちゃったって人がいるの。それはやめて。それは気をつけた方がいい。絶対にこのまま寝ないでっていう。ずっと寝ちゃうとさ、そこのね、圧迫してることによってそこの血流を一時的にストップさせてるから、で、解放することで順で流れるから、多分3分以上やんない方がいいと思う。長くても3分くらいがいいわけですね。そう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 。 OK、 1分経ちました。 OK、 そしたら今度肩甲骨、ここの肩甲骨の上角、ここに2個ボールを当てる。今と同じような感じで当てて、またこう1分間寝るだけと。そう、そう、あー1分間いきます。じゃあ数えます。はい。スタート。これあれだな。俺すぐパサッと場所わかるけど、かなり場所わかりづらいかもね。まあそうっすね。いや最初はここの肩甲骨筋で締めます。本当マッサージ師いらないよこれ。もうテニスボールをこんなに愛したことはない。ふくらはぎに痛かったからさ。はいはい。やってたんだけどさ、速攻痛くなくなったからね。すごい速攻性があるんですね。めっちゃある。確かに僕も前野球ボールでほぐしたりしてましたけど、うん、やっぱね速攻性ありますよね。 これ野球ボールでもいいし、ゴルフボールはちょっと勝てんだよな。ゴルフボールでもやったんだけど、はい、テニスボールとかあの野球の軟式のやり方とか、はいはい、なんかそのぐらいがちょっとベストだよね。なんかゴルフボールだとよりピンポイントで当てないとちょっと硬すぎて、はいはい、やばいじゃん。ちょっとゴルフボールは避けた方がいいかもしれない。 OK、 1分経ちました。 OK、 心なしかなんかさっきより表情も晴れ晴れしてますよ。いやマジで本当本当に気持ちいいし、本当に痛み、僕こうやって服脱げるようになるからやってれば。なんでこれをね、もう僕は1日1回やってたんで、あれですか、3日ぐらいやり続ければおおって調子いいなってなるんで、ぜひこれをやってデスクワークで肩が痛い人はやってみてください。おっしゃ、ありがとうございました。